はい、皆さんこんにちは、バンデルグルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝の、家康でのプレイ続きをやっていきましょう。最終目標はこの徳川宗家秀忠の打倒になるんですが、今はですね、その徳川と尾張徳川家に挟まれて瀕死の状態です。まずはですね、この状態をなんとか脱していきたいなと思ってますので、続きをプレイしていきたいと思います。まずは外交で工作の状況なんですが、連合に入ってくれているところをちょっとでも増やしていきたいなというところだな。尾張徳川家に関しては工作をかけても翌月の信用変化がプラス1っていうね、絶望的な状態ですからね。ちなみにこれ贈り物を送ると、そもそも贈り物は送れないか。まあ、尾張徳川家もねかなりでかいので、兵力57,000、まあこの徳川宗家には絶対手を出したくないので、まずはこの尾張徳川家を少しずつ少しずつ削っていく形になるのかなと思うんですよね。まずは城の防御力を固めていきましょう。林が裏切りやがった。家康があと4年しか生きられないので、まあ、それまでにもう少し勢力を伸ばしておきたいなっていうのがね、正直なところなんですけどね。まあ、今連合を脱退するわけにもいかないし、かといって交渉の相手もいないしな。ここは藤堂家と吉見を通じておきましょう。表情を始めます。先月の収支です。今投資をある程度入れていってるので、労力が全然回復してこないんですよね。なのでこのまま進めていきましょう。で、取引で木材をちょっと買っときますか。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。表情を始めます。先月の収支です。まあ、E とは同じ連合に入っているので、放っておいても信用は回復していくので、まあ、このままでいいかなと思います。一旦これで進めていきましょう。浜松城の改修をちょっと急がないとまずいな。
まさか先月の収支です。空吹き門のまんまだとは思わなかったですね。ただどうだ、砂鉄も木材も不足気味なので、あまり無駄な動きはしたくないというか、まあ無駄な動きができないって言った方がいいかな。なのでここは木材と鉄を買っておきましょう。でタタラバをちょっと作っておいた方がいいかな。次の寝室でタタラバを作りましょう。兵力はだいぶ戻ってきたので、浜松城やっぱりもう少し盤石な構えにしておきたいな。ここは連合に久喜さんを誘いましょう。でこれで労力ゼロになったのでターンを送っていきましょう。ご命令を先月の収支です。報告します。いや待て待て待て、ここは貴重な労力なのでしっかり実を結ぶようにしていきましょう。いや真田を食ってこの武将を補給するっていうのもね全然ありなんですけどね。ただ空にできないんですよね結局。城の兵力を開けちゃうとあっという間に攻め込まれてしまうので、それを避けるためにはやっぱりねもうちょっと様子を見ていく必要があるかなっていうところなんですよね。東堂と井伊が終わり徳川家を圧迫してくれると、まあ、だいぶ家康としても動きやすくはなるですが、今まだその状態に到底なりそうな気配はないので、となると、まあ、この甲府城に詰めてる1万とかを相手に戦う気はさらさらないというか、まあ、戦えないので、かといってねこの尾張徳川の吉田城とか岡崎城にこうチャチャを入れていく力もないしね。家康存命中にもうちょっとね攻めておきたいなという気はするんですが、攻める余地があるとすれば駿府を発して甲府をスルーして、今諏訪と真田が激突中か。この間隙を縫って小諸城とか取っちゃうっていうのはね
ありっちゃありだけど、この甲府城の1万が黙ってるとも思えないんだよな。ちょっとどんな塩梅になるか様子を見てみましょうか。兵糧も割と溜まってきているので1400でちょっと出陣してみましょう。我らの戦お見せいたす。小諸城まで素通りさせてもらえるかどうかなんですよね。甲府城から1万の軍勢は出てこないね。なるほど。ってことはこれうまくすれば小諸城が取れるな。掛川城から出陣しましょう。出陣する。まあ家康の軍勢をもうちょっと出せばよかったかなって気はするけど、もう今となってはだな。始めましょう。先月の終始です。まあ、小諸城を取ったとして小諸城を守れるのかっていうのはあるんですけどね。いざ参ろう。戦国が来るな。3000か。後続の4200が間に合うかどうかだな。敵は真田も諏訪を食ったね。報告いたす。まあ、家康といえどうもちょっとさすがにここは分が悪いか、一旦兵を引きましょう。ただもともと確認したかった甲府城から兵が出てくるかっていうことに関しては、兵は出てこないっていうことが確認できましたね。まあそれだけでも収穫だ。家康存命中になんとか勢力を拡大したいんだけどな。ご命令よ、先月の終始です。この辺りは一通りやっておきましょう。でお金にも余裕が出てきているので、まあ回収も入れておきましょう。
表情を始めます。そしたらここは援軍の要請を出して見ますか。いよいよ尾張徳川攻めを敢行してみますか。長島城に東堂といいから兵を出してもらえば少しは動きがあるかもしれない。さらに飯田城も攻めてもらえばいいかな。これでちょっと一旦どんな塩梅になるか、なんかねひどい目に遭いそうな気もするんですけどね。ここは真田といいか激突か。まあなんとか国峰は守れそうだけど、真田もだいぶ勢力を大きくしてるので危険な雰囲気が漂ってるな。まずは外交で交渉、同盟だけ結んでおきましょう。お、意図せずして尾張徳川と伊賀戦闘を始めましたね。であればこちらとしても好機ではあるので東堂に攻めてもらいましょう。先月の収支です。報告します。そしたらいよいよ出兵していきましょう。まず家康から、家康からじゃないですね。駿府から、5900は出せないな。3900。これで吉田城を攻撃。兵糧不足か。ちょっと次のターンで兵糧を変えましょう。我が軍略お見せしよう。出るぞ。お命令を報告いたす。報告いたす。ん、兵糧は入ったな。皆遅れるな。三方向から吉田城を攻めましょう。よし、功を奏してるな、こちらの策が。このままうまくいけば吉田城は手に落とせますね。なんとかこのまま取りましょう。結構兵糧が不足することが多くなってきてるので、まあ、水田はしっかり作っておきましょう。
あとはやっぱり鉄と木材が不足しがちになってるな。それに兵糧も買っときましょう。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。援軍が来るな。続々来るね、敵の援軍は。表彰を始めましょう。報告。そうか、東道はもう撤退したか。早いな。そしたら後々のために、工作は入れておきましょう。まあ、鉄砲鍛冶とか今更だしな。となると水田も作れないんで、ここは武家町を作っておきましょう。で、地味にしっかり兵糧を貯め込みましょうか。で、あとは回収ができる木材がないので、まあ、ここでターンを送っていくのはちょっともったいないな。とはいえ無駄に木材も使えないのでターンを送りましょう。この6817はきついな。徳川慶喜の対6817、これは倒せないな。ちょっと回戦に持ち込みましょう。あとは徳川義直隊がどこまで早く来ちゃうかだな。かしこまりました。まあ意外とあっさりすぐ来るんだろうけども、縄文は解けるの早いね。これはもしかしたらいけるんじゃないか。皆さんお気をつけて。皆の者続け。敵に背を見せることこそ我らの誇り。縄文を解かせ。いやいや、負けちゃいましたねってすごいゆるーく言うのね。家康が病気中なんで戦力が半減してます。戦闘力が。いやー、縄文って本当に重要だよな。あとはこの状態で義直隊が来るのを待ちましょう。ちょっと姑息ではあるけど、義直隊が到着した後に本丸を落とせば義直隊の6線を迎撃できたのと同じになりますからね。
敵城門突破しました。無駄に城門を壊しちゃったから耐久が落ちちゃいましたね。吉直は来ないな。どうした？早く来い。待ってるぞ。いや、来ないなんてわけないでしょ。だって来てたもん、さっき。わあ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 、ダメだよダメ、そんなことしたら。かしこまりました。来ないパターンかな、これは。まあ、来ないなら来ないで落としちゃってもいいので、ちょっとじゃあ落としますか。もう来てるし。大丈夫か？せっかく取った吉田城が早速陥落なんてことはないだろうな。水野勝成と武蔵を入れておきましょう。ここは鉄と木材を買っておきましょう。すぐ修復にかかっておきたいので、鉄も木材も欲しい。ありがとうございました。誰が捕獲された？ただでさえ武将は少ないんだ。ご命令を報告します。報告します。そしたらここで米じゃない、木材と鉄不足か。まあ家康に、うん、秀忠にさすがにね、今さら工作で頭を下げるのもバカバカしいので、これはやめましょう。まずはここまでかな。何、駿府に 23,700？ これは厳しいな。
駿府の兵はどんだけ回復してる？4500か、厳しいね。まあここは例によって一度和解を行いましょうというところで、まあ、ちょっとね和解は次回するとして長くなりましたので、今回はここまでにして、次回は和解をさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。